いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回はチンギスハンの活動を紹介させていただこうと思います。この年表にありますようにですね、ほぼ一代でですねアメリカ合衆国と同じ国土を統治するということをやってのけた方ですね。しかもですね異文化の辺境の地からですね入ってきて大きな国を作ったということですね。でここにはですね徹底した情報収集とともにですね仲間を大切にするというね、国づくりがあります。したがってですねここに多くの学ぶ点があるということで紹介させていただこうというふうに思います。チンギスハンは生まれた中からごく一部のですね、部族の長としてね活動する中から大国を作ったわけですが、まさにですねここにある結果を出す積極的なリーダーとしての活動があったんです。国を成すということはですね運があるんですね。そしてですね人との巡り合い、それとですねタタールから鉄の文化を入れてですね騎馬民族であるこの力を使ってだっとですね国を攻めたということがあるわけですが、今回特にですね人的マネジメントという面からですねチンギスハンの活動を眺めてみたいというふうに思います。チンギスハンの歴史というのはですね、日本では井上靖さんの青き狼、それからここにある歴史書なんかが紹介されています。小さな民族でですね、争ってるわけですね。その中で自分たちの仲間を大切にしようということで、次々とですね相手を滅ぼす過程で、大国になっていくわけです。チンギスハンが国を拡大するポイントはですね、これは現在の、伸び盛りの企業はですね M&A で、企業を買い取る形にいってます。最初は戦うんですが相手側のキーパーソンを見つけて、そこにですね強化を図っていく、限られた民族で国を拡大するわけですからそういう戦略を徹底的に取っていったということですね。チンギスハンのですね活動の経過を図にまとめるとこういう形になります。急速に伸びるベンチャー企業型というわけですね。従いましてですね信頼できる人たちを周りに集めて徹底して知恵を集める、そしてですねその人たちからあらゆる情報を集めてですね考えて、そしてですねそれを展開していくという作戦を展開していったわけです。チンギスハンが戦闘に勝利した時代の背景をまとめるとこういう条件があります。要するにある意味じゃこれも運の一つなんでしょうけども、要するに小さい民族としてもですねいつまでも小さいままでいられなくなってきたということがあるわけですね。これに対して大国は弱体化している、しかも戦闘の技術に大きな差があるというわけですね。でここへ持ってきてですね、徹底的に知恵を使ってそして戦略的にですね、リーダーシップを展開したということが国を大きくしたポイントになっています。戦争に勝つにはですねやはりそれだけの技術向上が必要なんですね。工場でいうと良い製品を出して徹底的なですね原価低減や品質向上を図る内容にあたるわけですが、軍の場合はここにあるような内容をですね開拓していったわけですね。だから従来にないようなやり方をどんどん知恵を集めながら勝利の中からですね見出していったっていうのがその経過です。チンギスハンもですね最後はインドに攻め入って負けます。これは象というね、動物を使った馬に勝る戦闘術、さらには、現地のですね状況の違いっていうのが今までの戦闘とは全然違ったからですね。以降ですね、今まで勝ち取った国を4つに分けて管理を関係者に任せます。しかしねこれ見て分かるようにですね、300年も続くとこもあれば100年ぐらいで滅びるとこもあると、この辺がですね、ある程度成長期に至った後のですね一つのマネジメントの差になるように思われます。以上がですね、リーダーシップの局面、人間関係を中心にしながらですねチンギスハンの歴史を追った内容ですね。あと詳しいことはですね専門書をご覧いただくといいと思うんですが、そういった要件をまとめるとですね、ここにある
人間関係型をも中心にしながらビジョンを作りながら、技術解析を徹底的にやりながらですね、精度で固めるということを上手に、人事さんがやってったっていう経過がですね、浮き彫りになってくるように思います。